1回戦続いては第7試合です。先攻はこの男。プレミアム、プレミアム戦。わわわ、続いて高校の MC はこの男。あはー、まだいたんだ。伊豆半島のミスター三点セッター、 YAS。 1回戦第7試合、先攻シェン、後攻 YAS。 ビートは DJ ティグ。8小節3本勝負、準備はよろしいでしょうか。行きましょう。レディーポイ。かつてのクラシックいなくなった今、今さら YAS 何しに来た。選抜投票選ばれて聞いた。お前ラップしたってどうせアンダーメンバー。老害吹き飛ばす場外、お前にとっちゃ俺は勝つのは高い障害。キャリアだけじゃ絵になんねえ、ベテランぜ。キャリアだけなら全く絵になんねえ。絵になるから出てきてんだぜ、そういうことだぜ。この音だけビッグアップ、音だけみたいに不倫するぐらいな言葉、俺のフリースタイルは振り付くよりも首を振るぐらいな音楽届けにやってきたよ。ベテランベテラン、うるせんだよこの若造、黙ってとっとと消えろ。フリスク食ってるだけある、口臭い、シンプルにたくさい、勝つの無理みたい。古いスタイルはプレステか、口臭いから食っとけブレスケア。投げ込むフリースタイル、そんなもんか、聞き飽きた理想のパパ。意気込んだらキャッシャー、家叩きミリオンなら勝利。チャンピオンは絶対俺のもんだわ。そうだな、理想のパパのお前の理想にならないよ。俺の理想があんだ、アンダーグラウンドだ、今だ底辺だ。マジでやっぱパパラッパは底辺だ。でもな、このままやり続けることに意義がある。シンペータが司会じゃなくなった同級生、俺も負けちゃいられねえ。夜更かる前に勝つまで続けんだ。夜更かるに勝つ前に俺に勝ちな、じゃないとその先お前はいけねえさ。パパラッパそんな底辺か、お前は底辺だ、俺がてっぺんさ。上り詰める天国分かりやすい、逆らうなまだやるか、パパな面、パパのフェイス顔、ビッグダディ。お前の言葉は全部チープらしい。ネタばっか仕込んでる、面白みのね、昔の俺そっくりだよ。俺は今のこの環境ぶち壊すためにやる男女、潜り込んだ頭のぶっ飛んだ。でもこのままやり続ける、口喧嘩じゃねえただのセッション、その先に優勝が見えてんの。終了。第7試合決めましょう。まずは先攻シャン。行きましょう。続きまして高校 YAS。 まずは YAS、 レディージャッジ。勝者 YAS。 シェンにもでっかく拍手。ありがとうございます。